こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。大学のサークルの先輩がいろいろ就活のアドバイスをしてくれるのですが、正直本当かなと思うアドバイスも結構あります。しかし、自分の大学の先輩なら受ける企業のレベルなども近いですし、アドバイスは聞いた方が良いのでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。結論、聞く価値のある先輩のアドバイスならよく聞いて、そうでない場合は適当に聞き流しましょう。サークルの先輩やゼミの先輩など、同じ大学の先輩が就活についてのアドバイスをしてくれるというのは結構よくあることだと思います。ただ、多くの先輩のアドバイスは的外れなことも多いです。その理由は2つあります。まず1つ目、こちらは内定をもらっただけだからというものです。大学の先輩はあくまでその会社の内定をもらっただけであって、まだその会社で働いた経験はありません。その会社の業務内容について理解不足の場合も多いですし、何より自分がなぜ内定したのかということも理解できていないケースが目立ちます。その中でもよくあるのが、自分はこうやって内定したから君もこれをやった方がいいよ的なアドバイスをする先輩です。例えば、自分はガクチカでサークルのことを話したら受けていたから君もサークルの話をした方がいいよとか、自分は自信満々なキャラクターで言ったら受けたから就活は自信満々な感じで言った方がいいよといったものですね。これら非常に危険です。基本的にですね、就活に正解はありません。学生の皆さんはただ一つの答えがあるというふうに思い込んでいる方が多いんですが、面接はあくまでコミュニケーションなので、自分のキャラクターや自分の話し方、相手の性格などによって受け取り方が大きく変わるため、唯一無二の答えはないわけです。サークルの話をしたら受けたというふうに本人が思い込んでいても、面接官は正直サークルの話はただ楽しく活動したというだけでアピールになってないけど、グルディスでも率先してチームのムードメーカーになっていたし、全体的に話がうまくて引き込まれる感があるな、天性の営業向きという感じの子だ、短期インターンから参加してくれていて、うちの志望度も高いみたいだし採用しようみたいなこともあるわけなんですね。このように就活は本人の総合力で決まるわけなので、内定した先輩のある一つの要素を切り出してそれを真似したとしても、それが実は刺さる要素ではなかったり、あるいは自分のキャラクターと合っていなくて逆効果になってしまうということもありますので、注意が必要です。次ですね、二つ目の理由、求められることは企業によって違うからということです。企業ごとに求める人材像というのにはある程度幅があります。もちろん人柄や熱意、主体性など全ての企業が求めている要素も大前提としてありますが、例えば銀行などの金融系であれば真面目で実直なキャラクターが受けますし、一方でハウスメーカーなどの不動産であれば明るくノリが良くて活力のあるキャラクターが受けます。先輩の内定した会社があなたの行きたい業界で、かつあなたの行きたいレベルの会社であれば良いのですが、そうではない場合、アドバイスは的外れになってしまう場合が多いです。また先ほど申し上げたように、先輩はたまたまその企業と相性が良くて内定したという可能性も高いので、たまたまではなく戦略的に就活を進めて結果を出したということを担保するためには、2社以上の内定がある人の話を聞くと良いでしょう。以上を踏まえると、自分の志望業界の自分の行きたいレベルの会社から2社以上内定を得ている先輩であれば、アドバイスを聞く価値があるかもしれません。そうではない場合は話半分に聞いておくくらいがちょうどいいかなというふうに思います。自分の業界に合わせて自分だけのアドバイスが聞きたい、あるいは戦略を考えてほしいという方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会へお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。